南極点に立つアムン戦隊、1911年12月17日撮影、3日前に到達していた最南端到達の歴史は、探検家などが地球上で到達した最も南の記録を塗り替え、1911年に南極点が征服されるまでの歴史である。南極点到達までの画期的な出来事としては、1619年のホーンミサキより、 南の陸地の発見、ジェームズ・クック船長による1773年の南極圏突入、1820年の最初の南極大陸死人があった。19世紀終盤からは最南端の探求がそのまま南極点到達に向けた競争になり、1911年のロアールアムン船による南極点征服で頂点に達した。極点に達することが、 現実的な目標となる前の時代は他の同期が冒険者たちを南に引き付けていた。当初の推進力はヨーロッパと極東の間の新しい交易ルートの発見だった。そのルートが確立され地球上の主要な地形が大まかに地図化された後、商業的冒険の魅力の先は伝説上南に隠れているとされたテラオーストラリスという肥沃な大陸だった。 この想像上の豊かな大陸が存在するという、新年は18世紀に入っても継続しており、南極海にある陸地が寒く厳しい環境にあるという事実がゆるり明らかにされていっても、探検家たちはその事実をなかなか受け入れられなかった。1771年から1774年に行われたジェームズ・クックの航海は、未踏の大地が人には敵対的な性格を持っている。 可能性が高いことを決定的に示すことになった。このことで19世紀の前半には公益ではなく探検と発見の方に目的が移っていった。1899年南極大陸で初めて越冬を経験した後南極点に達するのが現実的な見込みとなり、極点到達の競争が始まった。この競争に関してはイギリスが結出しており、 南極探検の英雄時代におけるロバート・ファルコン・スコットとアーネスト・シャクルトンの競争が特筆される。シャクルトンが南極点の寸前で失敗した後、スコットが1912年1月に到達したが、すでにノルウェー人のアムンセンが到達していたことを発見することになった。南極大陸と周辺の諸島、ティエラデル・フエゴとオークランド諸島も見える1494年。 当時の世界の海洋強国ポルトガルとスペインがトルデシアス条約に調印して大西洋の真ん中で地球を東西に分ける線を引きそれより東の交易ルートはポルトガルに割り当てられたその結果当時唯一知られていた東洋への航路である希望本周りでインド洋に至るルートはポルトガルが支配しスペインさらに後には他の国は西周りで 太平洋に出るルートを探すことになった。このようなルートの探索の一部として南への探検が始まった。北極とは異なり、大航海時代以前に南極あるいは周辺の島に人が訪れたあるいは住んだという証拠はない。しかし、南アメリカの最南部にはすでにセルクナム族、ヤーガン族、アラカルフ族、ハウシュ族などの人々が住んでいた。特にハウシ族は、 ティエラデルフエゴの本島から2 9トル離れたエスタドス島に定期的に通っており、このことは彼らの中には、ホーン岬に近い諸島にたどり着くことができた者がいる、可能性を示唆している。また、フエゴ島人の人工物やカヌーの名残が、フォークランド諸島で発見されており、さらに長い航海を行った可能性があるとみられる。ティエラデルフエゴの先住民が実際に海洋を渡る、 旅ができなかったとしても、ポリネシア人は、それができた。ポリネシア人が、ニュージーランドの南にあるアナン曲の島のいくつかを訪れた証拠がある。ただし、そこは、南アメリカの南端よりも、南極から遠い。制作時代も場所も不明な土器のかけらが1886年に、アンティポデス諸島で見つかっており、オークランド諸島のエンダービー島では13世紀に、遡ることのできる、 ポリネシア人入植地の名残がある。マオリ族の伝説では650年頃に浮いて、ランギオラが若と愛の艦隊を率いて、南に向かい、岩のような構造が海から立ち上がる、ひどく寒い場所に達したとされている。この簡潔な記述は、ロスタナゴーリアことによると、南極大陸本土とも整合しているように思えるが、単に南極海で見られる氷山や総氷だった可能性も、ある。 フェルディナンド・マゼランフェルディナンド・マゼランは生まれはポルトガルだが出資先をスペイン国をカルロス一世に倶がえしその命により1519年8月10日にセビリアを5隻の船の船,の船体と共に出発し東インド諸島の高領諸島への西回りルートを求めたその成功の鍵は南アメリカ大陸を横切る海峡あるいは水路を見つけるか 大陸の南端を見つけて回り込むルートを見つけるかだった。1519年12月6日に南アメリカが指認され、マゼランは慎重に南に向かい、海岸をたどって1520年3月31日には南へ49度に達した。それより南の海岸についてはほとんど何も知られていなかったので、マゼランはそこで南半球の冬が終わるのを待つことにし、 プエルト・サン・フリアンの開拓地を設立した。1520年9月、海図のない海岸線への航海が続けられ、10月21日、南海52度に達した。ここでマゼランは深い入り江を発見し、それが求めていた海峡であることを見つけ、後に自分の名前で呼ばれることになった。1520年11月初旬、船体が海峡を抜けるときに、 おおよそ9位54度の最南端に達した。これはヨーロッパ人公会社による最南端の記録であるが、世界でも最も南にある人の居住地である、ティエラデルフエゴより北を通ったので、人類による最南端ではなかった。ティエラデルフエゴより南で太平洋への海洋ルートを最初に指認したのは、ロアイサ遠征隊のフランシスコでホセスであるとされることがある。 1526年、彼の船サンデスメスは、マゼラン海峡の大西洋側入り口から南へ風に吹き流され、乗組員が、岬とその先の水面を見たと思った場所、つまり、大陸の南端に到達した。憶測に過ぎないが、彼らが見たのは、ホーン岬だったと考えられる。スペイン語世界では、デホセスが発見したのは、後に、ドレイク海峡と呼ばれる海峡であり、 イギリスの私略戦船,船長フランシス・ドレイクに先立つこと50年だったと考えられている。フランシス・ドレイクフランシス・ドレイクは1577年11月15日にプリマスを出港し、その機関ペリカンの下に前後席の艦隊を率いていた。その主目的は略奪であり、探検ではなかった。当初の標的はチリやペリューの太平洋岸にある。 スペイン領の無防備な町だった。ドレイクはマゼランのルートをたどり、6月20日にはプエルトサンフリアンに到着した。2ヶ月間近く停泊した後、艦隊を3隻と小さなピンレース1隻にして出航した。8月23日にマゼラン海峡に入り、9月6日に太平洋に出た。ドレイクは北西に進路を取ったが、翌日に突風が吹き艦隊はチりジりになった。 マリゴールドは大波で沈没し、エリザベスはなんとかマゼラン海峡まで戻り、その後は東に戻ってイングランドに帰った。ピンレースは後に失われた。強風は7週間以上も続いた。ゴールデンハインドは西と南に遠く流された後に陸地を求めて戻っていた。10月22日、船はある島の沖合に停泊し、 ドレークはその島をエリザベス島と名付けた。そこでタキン木を集め、食料にするために、アザラシとペンギンを捕まえた。ドレークの下のポルトガル人水先案内人、ヌノダ・シルバによると、その停泊した位置は、南位57度だった。しかし、現在その井戸に島はない。当時未発見のディエゴ・ラミレス諸島は、南位56度30分にあるが、樹木がなく、 ドレイクの乗組員が滝木を集めた島ではありえない。このことは広報計算が間違っていて、ドレイクは当時未命名だったホーンミサキかその近く、おそらくオルノス島に上陸したことを示している。彼の最南端到達記録はホーンミサキの難易55度59分と推定できるのみである。ドレイクはその報告書の中で最先端の岬 あるいはこれらすべての島の突端は南位56度近くにある。そこから南には大きな島が見られず、大西洋と南海が出会っているだけだった。と記した。このホーン岬より南の明けた海は、その後、ドレーク海峡と呼ばれるようになったが、ドレーク自身がそこを航海したわけではなかった。1615年6月14日、ウィリム・シャウテンが、 エエンドラハトとホーンの二隻の船でオランダのテセルを出港し、西回り太平洋ルートの探求に出た。ホーンは途中の火事で失われたが、エエンドラハトは南下を続けた。1616 16年1月16日、シャウテンは南アメリカ大陸の南端の岬と見分けたところに達し、そこを故郷及び失った船にちなんでホーン岬と名付けた。 シャウテンの広報測定。シャウテンの難易58度に達したという主張は通常無視されているが、とはいえ、ドレーク海峡を通って西の太平洋に出たヨーロッパ人工会社としては初めてのものになった。ドレーク海峡を次に公開した記録は1619年2月のことでバルトロメとゴンザロのガルシアでのダル兄弟によるものである。 その探検の途中で、ホーン岬から南西に約60回り、南位56度30分に一軍の島を発見した。彼らは遠征隊の水先案内人にちなんで、この諸島をディエゴラミレス諸島と名付けた。この諸島は、1775年にクック船長がサウスサンドウィッチ諸島を発見するまで地球上で最も南にあるものと知られていた。 その他の航海でも南の海域でさらなる発見があった。1592年8月、イギリス人スイフ・ジョン・デイビスがそれまで発見されていなかった島の間に退避書を求めた。フォークランド諸島と考えられている。1675年、イギリス商人アンソニー・ドラ・ロシェがサウスジョージアを視認した。1739年、フランス人 ジャンバティスト・シャルル・ブーベド・ロジエがブーベ島を発見した。1772年、同じく、フランス人、イブ・ジョゼフ・ド・ケルゲレン・ド・トレマレックが、ケルゲレン諸島を発見した。ロシエやブーベは、南極収束線を越えて、南極地域に入ったものの、ガルシアでのダル兄弟によって記録された、最南端を越える発見はなかった。ジェームズ・クック船長。 ジェームズ・クック船長が1772年から1775年に行った2回目の航海は、主に南位40度より南で、まだ探検されていないどこかにあると信じられていた、テラー・ウストラリス・インコグニタを探求するものだった。クックは、HMS レゾリューションと HMS アドベンチャーの2隻で1772年9月にイングランドを出発した。ケープタウンで休した後、 11月22日に2隻の船は真南を目指して出港したが、暴風のために東に流された。両船はなんとか南に向けることができ、12月10日に初めて総評に出会った。これが間もなく固まった障害となり、クックがその間を抜けて航海できるか操船能力を試すものとなった。クックは最終的に開けた海域に抜け出し、 さらに南に行くことができた。1773年1月17日、遠征隊は南に66度20分の南極圏に達した最初の船になった。それ以上の進行は氷に妨げられたので北東に向きを変え、ニュージーランドに3月26日に到着した。それに続く数ヶ月間、遠征隊は南太平洋を探検した。 ニュージーランドの原住民との騒動を起こした後、レゾリューションのみが南に向かい、アドベンチャーは南アフリカに引き返した。この時クックは南極圏の奥深く入ることができ、1774年1月30日には南71度10分に達して最南端記録を塗り替えたが、氷の状態が悪くそれ以上は南に進めなかった。この最南端記録は、 その後49年間破られなかった。クックは南極海での航海の中でほぼ南易60度より高い度で世界一周を行った。その真音を受け入れそうにないわびしい島々以外何も見ることはなく、それまで信じられていた南にある肥沃な大陸のかけらも見られなかった。クックはそのような大陸が存在するならば、 自然によって運命づけられた国であろうし、私よりもさらに先に進もうという者はいないだろう。南の大地を探検することはないだろうと記していた。不可能が可能になって大陸に達したとして全く利用できないし、発見者やその国に何の恩恵ももたらさないだろうと結論づけていた。クックの予測にもかかわらず、19世紀初期には南に、 進行し新しい陸地を発見するための多くの試みが行われた。1819年、ウィリアム・スミスがブリガンティンのウィリアムズを指揮し、サウスシェトランド諸島を発見し、翌年エドワード・ブランスフィールドが同じ船でグレアムランドの最北端であるトリニティ半島を指認した。ブランスフィールドの発見の数日前にあたる1820年1月27日、 ロシアのファビアン・ゴットリープ・ホン・ベリングスハウゼン艦長が南極海の別の部分で現在クイーンモードランドと呼ばれる陸地の海岸を視界に入れるところまで来た。このことでベリングスハウゼンは最初に南極大陸を見たものとされているが自分でそう主張したわけではなかった。ベリングスハウゼンは南位60度から67度の間で2度就航しており 1821年1月に分かれ、自身の最南端難易70度に達したが、47年、前のクックの記録に迫っただけだった。1821年、アメリカのアザラシ漁船船長ジョン・デイビスが、サウスシェトランド諸島よりも、私はこの南の陸地が大陸であると考えると、船の日誌に記していたが、それが正しければ、南極大陸に最初に足を踏み入れたイとなる。 ジェームズ・ウェッテルはイングランド系スコットランド人の船乗りであり、イギリス海軍と商船士官を務めた後、南極海に行く最初の航海に向かった。1819年、捕鯨専用に回収された160トンのブリガンティン・ジェインを指揮し、サウスサンドイッチ諸島の新しく発見された捕鯨海域に向けて出発した。この航海での主たる興味は、 スペインの船オーロラが1762年に南位53度整形48度で発見したと報告していたオーロラ諸島を発見することにあった。この存在しない陸地は見つからなかったが、そのアザラ資料ではかなりの利益が出た。ウェッテルの船ジェインとボーフォア、相互状態にある1822年、ウェッテルはサイドジェインを指揮し、この時は 小さな防波網も伴って出港した。その雇用主からは、アザラ資料が不良であった場合は、前の航海士の行ったところを越えて調査すること、という指示を受けて南に向かった。これは、ウェッテルの探検家本能にあったものであり、船には、クロノメーター、温度計、コンパス、気圧計、海図を備えていた。1823年1月、ウェッテルは、 新しい陸地を求めて、サウスサンドイッチ諸島とサウスオークニー諸島の間の海域を探索していた。何も見つからなかったウェッテルは、成経40度から南に進み、現在その名前が付けられている海に入った。その季節は異常なほど静かであり、ウェッテルは言葉で表せるほどの氷のかけらも見られなかったと報告した。1823年2月20日、ウェッテルは、 新しい最南端記録74度15分に達し、クックの記録を3度超えた。ウェッテルは陸地に近づいていることに気づかず、海が南極点まで続いているものと思い込み、その地点から北に戻った。あと2日南に向かっておれば、コーツランドを視界に入れた可能性があった。実際にコーツランドが発見されたのは、1902年から1904年にかけて行われた。 ウィリアム・スペアーズ・ブルースによるスコットランド国営南極遠征の間の1904年になってからだった。ウェッテルはイングランドに戻った時にクックの最南端記録を更新したと主張し、人々の眉を釣り上げさせたが、間もなく認められることになった。1823年11月、アメリカのアザラシ漁船船長ベンジャミン・モーレルがスクーナーのワスプで、 サウスサンドイッチ諸島に到着した。モレル自身の後の証言によれば、その後南に航行して、意図せずに1ヶ月前に、ウェッテルが進んだ経路をたどっていた。モレルは、南位70度14分に達したと言っており、そこから船のストーブ用燃料が足りなくなったために、北に転じた。そうでなければ疑いなく、南位85度にも達することができたと主張していた。北に転じた後で、 いくらか詳細に表現した陸地に出会ったと主張しており、モレルはそこをニューサウスグリーンランドと名付けた。この陸地はその後存在しなかったことが証明された。モレルの嘘つきで詐欺師という評判は、その地理的な主張がほとんど学者によって否定されたからだったが、その主張を裏付けるための試みも行われてきた。ジェームズ・クラークロス船長、ジェームズ・クラークロスが HMS エレバスと HMS テラーを使っていった1839年から1843年に南極遠征はフルスケールのイギリス海軍による事業であり、その主たる機能は当時の磁気理論を試験し南磁極の位置を突き止めることだった。この遠征はまず指導的な天文学者ジョン・ハーシル教から提案され、王立協会とイギリス先端科学協会が支持した。 ロスは、時期観測や北極探検で過去に、かなりの実績があった。1831年5月、北時局に達した隊のメンバーだった。またその指揮官として明らかに選ばれたものだった。遠征隊は1839年9月30日に、イングランドを出発し、時期に関して、実行を求められた多くの停泊で送らされた、航海の後、1840年8月に、 タスマニアに到着した。南半球の冬のために課された3ヶ月の休止の後、1840年11月12日に、南と東に向けて出発した。1841年1月1日には、南極圏に入った。1月11日、南に広がる長く山岳性の海岸線が見えてきた。ロスはその陸地を、ビクトリアランドと命名し、山脈は、 アドミラルティ山脈とした。海岸沿いを南に進み、ウェッテルの最南端記録74度15分を1月23日に通過した。その数日後、騎士の氷を避けるために東に動き、双子の火山を視認して、遠征隊の鮮明にちなんで、エレバス山とテラー山と名付けた。グレートアイスバリアがこれら山脈の東に広がり、それ以上南への進行を不可能にする障害に、 なっていた。ロスは海峡あるいは入り江を探してバリアの縁に沿って300回離探検し、1841年2月8日あるいはその頃におおよそ南位78度に達した。ロスは船で越冬できる適当な停泊場所を見つけられずタスマニアに向けて引き返し、1841年4月に到着した。次のシーズンでロスはバリアに戻り、 その表面に入り江を見つけた。1842年1月23日には最南端記録をな七78度九分30秒まで伸ばした。この記録はその後58年間塗り替えられることがなかった。ロスは南極大陸に上陸できず南磁極の場所を突き止められなかったが、1843年にイングランドに戻ると地理学と科学的探検の功績によって、 ナイトに上された。1872年から1876年、チャレンジャー号体験公開と呼ばれる海洋学研究公開が数週間南極海を探検したが、大陸自体には近づかなかった。しかしその研究によって南極大陸は疑いもなく存在することが証明された。南極探検の英雄時代が始まる動員となったのは1893年に、 王立地理学会教授ジョン・マレーが講演を行い、南極探検の再開を呼びかけたことだった。マレーは、南の地域全体の着実で、継続し、勤勉で、体系的な探検を求め、さらに、イギリスによって行われるべき、地球表面に残された海洋探検の最後の大きな場所であり、さもなければ、海洋において、成功を目指すか。 我々をしのごうとする者の,のためにそれは残されているのか、と続けた。それに続く4分の1世紀、8つの国から15の遠征隊がこの挑戦に応じた。マレーの呼びかけで生まれた愛国精神と王立地理学会会長、クレメンツ・マーカム教の影響下に、その後のイギリスの努力は新しい最南端到達記録に特別の比重を置くものとなった。 すなわち南極点への競争という性格のものとなった。カルステン・ボルク・グレビンク、1898年から1900年にサザンクロス遠征を率いた、ノルウェー生まれのカルステン・ボルク・グレビンクは1888年にオーストラリアに移民し、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の測量チームで働いた後、学校教師の地位を受け入れていた。百九十四年、 ヘンリクブルが指揮した南極でのアザラシ領と捕鯨の遠征に参加した。1895年1月、ボルクグレビンクはケープアデアで初めて南極大陸に上陸したと主張する隊の中に入っていた。ボルクグレビンクは自分で遠征隊を率いていくる決断をし、それで越冬し、内陸を探検し、南時局の場所を突き止めることもその目標の一つに置いた。 ボルク・グレビンクはイングランドに行って出版界の大田ーーデモのジョージ・ニューネス卿を説得し最大4万ポンドの出資に同意させた。これは2008年時点で300万ポンドに相当する。その条件としては仮にイギリス人の参加者が少ないとしてもイギリス南極探検という名前を使うことだった。この構想はマーカムや地理学の権威筋が心に描いていた。 イギリス遠征ではなかったので、ボルクグレビンクに敵対し、否定するようになった。1898年8月23日、遠征戦サザンクロスがロンドンを離れて、ロス海に向かい、1899年2月17日に、ケープアデアに到着した。ここで、騎士の隊が上陸し、プレハブ小屋を建て、南極大陸本土で、初めて越冬することになった。1900年1月、 サザンクロスが戻ってきて、騎士の隊を拾い、60年前にロスが通ったルートを、たどって、南のグレートアイスバリアに向かい、ロスの時代よりも30マイルほど南に交代している、ことを発見した。ボルク・グレビンク、ウィリアム・コールベック、サーミ人の犬魚者、ペル・サビオが、犬とソリと共に初めてバリアに登り、初めてソリの旅で内陸に10マイル移動して、1900年2月16日、 当時の最南端記録難易78度50分を樹立した。ボルク・グレビンク遠征隊は1900年を遅くにイングランドに戻ったが、その新記録樹立にもかかわらず、熱狂もなしに迎えられた。歴史家のデイビッド・クレーンは、ボルク・グレビンクがイギリス海軍の士官であったら、南極の知識に対するその貢献はイギリスでもっと、 真面目に捉えられたことだろうが、ノルウェーの水フで校長というのでは真面目に受け止められることはなかったと語っていた。1901年から1904年のディスカパリー遠征はロバート・スコット大佐が初めて率いた南極遠征だった。隊員のエドワード・ウィルソンによれば、その目標は可能ならば南極点に達するか。 新しい陸地を発見することだったが、スコットの書いたものにも、遠征の公式主以にも、南極点が絶対的目標だということを示すものはなかった。しかし、南極点を目指した南港の旅は、スコットの二区事項の中にあり、ジェームズ・ロス教のアイスバリアを探検し、この注目すべき氷の形成に関わる物理と地理の、 大変重要な問題を解くために努力することと書かれていた。南港の旅は、スコット、ウィルソン、アーネスト・シャクルトンの隊が実行した。この隊は1902年11月1日に様々な支援チームととともに出発した。その一つは、マイケル・バーンが率いた。11月11日にボルク・グレビンクの最南端、記録を過ぎた。そのことは、ウィルソンの日誌に、 大いに高揚した気分で記録された。当初は都合の良い気象条件下で行軍は継続したが、それまで表情を旅した経験がなかったことと、貧しい餌と過労の組み合わせで犬を失ったために、次第に困難さが増していった。12月2日に難易80度を過ぎ、4週間後の12月30日には、そのキャンプ地からウィルソンとスコットが短距離のスキーによる旅を行い、 最南端記録難民82度17分を樹立した。これは正確ではない可能性がある。現在の地図では、シャクルトンの写真とウィルソンの絵を合わせて、キャンプ地を難易82度6分とし、スコットとウィルソンが到達した地点を難易82度11分としている。正確な数字が何であれ、それまでのボルクグレビンクの記録を約200回り上回った200回り。 ニムロド遠征の最南端ラミン88度23分に立つ左からジェームソン・アダムズ、フランク・ワイルド、エリック・マーシャルとユニオン・ジャック、シャクルトンが撮影。1909年1月9日、アーネスト・シャクルトンはディスカバリー遠征の最南端記録に関わった後で帰還の旅の途中で肉体的に歩くこともできなくなり、スコットの命令で 遠征の救援船に乗って帰国することになった。シャクルトンはこのことをひどく残念に思い、スコットとの間柄はライバル関係になった。その4年後、シャクルトンは自分の極限探検隊であるニムロド遠征を編成した。1907年から1909年に行われた、この遠征は南極点到達という絶対的な目標を初めて競っていた遠征であり、そのために 特別のせこの動きを支援するために、シャクルトンは、満州産ポニーを荷物搬送用の家畜とし、より伝統的な犬ぞりと共に併用する輸送戦略を採用した。特注されたモーター駆動ぞりも採用された。犬とモーターは遠征中に多目的で使われたが、極点に向かう行軍を引き受けた集団を助ける任務はポニーになった。 極点に向かうシャクルトンの隊員を4人としたのは残っていたポニーの数で決められた。ニュージーランドで船に乗せた10頭のポニーの中で1908年の冬を生き残ったのはわずか4頭だった。シャクルトンとその3人の仲間、フランク・ワイルド、エリック・マーシャル、ジェームソン・アダムズは九百八十年十月二十九日に南極転業を始めた。十一月十六日、 スコットの1902年のタイが到達した最南端点を通過した。シャクルトンはその日誌でスコット大佐との以前の幸運の時よりもはるかに少ない日数でそこまで達したことに触れて記憶すべき日と記していた。シャクルトンのタイは南下を続けベアドモア氷河を発見してそれに登り南極大地に至り1909年1月9日には その最南端八88度23分まで行った。そこは南極点まで残り97回りに過ぎなかった。ここで彼らはアレクサンドラ王妃から送られていたユニオンジャックを建て、その大地を国王エドワード七世の名前で領有を宣言した。その後は食料と物資の欠乏のために北に引き返すことを余儀なくされた。これは当時北極を合わせても、 最も極点に近づいた記録だった。前のスコットの記録から井戸で6度以上も前進したことは1773年にクック船長が記録して以来の大きな最南端の進展だった。シャクルトンがイングランドに戻ると英雄として扱われ、エドワード7世からナイトに除された。しかし、この記録は3年しか持たなかった。1911年12月7日に アムンセン隊によって越されることになった。ロアール・アムンセン、1911年12月14日に南極点に初めて達した隊の指導者シャクルトンが南極点寸前で戻ってきた後で、スコット大佐は1910年から1913年のテラノバ遠征を編成した。その遠征ではイギリス帝国のために南極点を征服することが明白な種目標となっていた。 スコットがこの遠征の計画を立てている時に、それが競争になるなどとは考えてもいなかった。ノルウェーの探検家ロアール・アムンセンは北極の探検計画を立てていたが、1909年9月、アメリカの探検家フレデリック・クックとロバート・ピアリーによって北極点が征服されたと主張されたことで、アムンセンは北極の代わりに南極点を目指すことに心を変えた。 アムンセンは、その遠征船フラム号が、大西洋に出て、通常の通信範囲を超えるまで、意図を明かさなかった。スコットはすでに遠征に出た後で電報によって、その意図を知らされ、計画を続けることしか、選択の余地がなかった。一方、フラム号は1911年1月11日に、ロスタナゴーリに到着し、1月1日には、ボルク・グレビンクが11年前に上陸していた。 クジラ湾という入り江を見つけていた。そこがアムン戦隊のベースキャンプ、フラムハイムになった。アムン戦は準備に9ヶ月をかけた後、南極点を目指した旅を1911年10月20日に始めた。ベアドモア氷河を通るすでに知られていたルートを避けて、その5人の隊は真南に進み、11月16日には南極横断山脈に到着した。隊は、 アクセルハイバーグ氷河を発見し、それが南極大地に登るルートとなり、その後に極点への最後の工程となった。シャクルトンの最南端記録を12月7日に通過し、南極点それ、自体には12月14日に到達した。このノルウェー隊のスキーや犬ぞりを使って氷の上を旅する技術を含めた大きな技量が決定的な要因となった。 スコット大佐の5人の隊は、その33日後に南極点に達し、しかもその基に全員が死んだ。クックの探検以来、アムンセンの南極点征服まで最南端記録を樹立したすべての遠征隊は、イギリスの隊だった。しかし、最後の勝利は、紛れもなくノルウェーのものになった。アムンゼンスコット基地、2006年撮影1912年1月に、スコット隊が、 南極点から撤退した後、その地点は18年近く訪れがないままになった。1929年11月28日、アメリカ海軍中佐リチャードバードとその他3人が初めて南極点上空を飛行機で通過した。それから27年後の1956年10月31日、ジョージ・ J. デュフェク少将が乗った R4D-5 スカイトレイン、ケセラセラが、 南極点に着陸し、スコット以来の南極点に立ったものとなった。1956年11月から1957年2月まで、初めて高級的な南極観測基地が建設され、二人の極点探検者の栄誉を称えて、アムンゼンスコット基地と名付けられた。それ以来この基地はかなり拡大され、2008年時点では150人の科学スタッフと支援人員を収容できるように、 なっている。デュフェクは1958年から1958年のビビアン・フックスが指揮したイギリス連邦南極横断遠征隊にかなりの援助を行った。この隊は1958年1月19日にスコット以来の陸路南極点に達した隊となった。最南端記録の位置、1521年から1911年。ありがとうございます。